はい、お疲れ様です。マッピーです。今回はマノアタックダウンの竜の HP アタックアップってことで、速攻竜とか神殴りいてファッキン弱気もなかなか使用率高いですね。ってことでここに行きます。エデッサー魔竜デッキ、いや魔竜とか竜獣魔録、こいつをね使っていきますね。今回新ゴマとしてガガが登場したので、こいつを使っていきたいっていうのがまず1点ありますね。魔録竜録で発動できて、表になっている2ターンの間1000の火炎ダメージと1000の回復で、コンボスキルが相手のキャラゴマ1枚につき1000の火炎ダメージ、最大3000でね火炎ダメージ出せると。まあスキルもコンボもねだいぶ分かりやすいですし、相当使いやすいなっていうふうに思います。でそこにねヤンドラのバフを加わることによって、まあヤンドラとエデスか、この2つのバフを加えたいっていうのがまず1点あるんですけど、でこれ対面見てください。速攻竜とか神殴りがいるんで、コンボ封印とルキアに飽き足らずテュポンベルガですね、まあ、結局この極炎でバフを威圧してね制圧するっつうのがいっちゃん強いってことで、テュポベルの再来でございます。であと新ゴマとしては、バスバリおじさん、これ引きました。結局ねこれアリシャールバスバリおじさん欲しすぎて、あの後課金して出しました。はい、出したけどあの天井行きましたね。普通にメダル10枚で交換して、だいぶねだいぶ身を削って手に入れたこのアリシャールもねしっかり引いていきたい。そして地影、こいつもねスキルブレイズホーリーコンボ下級、これこう見たらあれだな、あのさっき紹介したガガの英語魔版って感じするよね。まあそんな感じで入れてるのと、まあ、ベルガテュポンアベルっていう風に極炎も積んでると、でさらにこのフィニッシャーとしてメルチェーデの採用ですね。まあ、ここイグナーツでも良かったかも。今回あのヒマリ抜いたんでね、イグナーツでも良かった説あるんですけど、まあいいかなっていう風に思います。でこれねアタック順で見れば分かるんですけど、竜のアタックアップでマナアタックダウンなんで、今日の補正なんとロックでヤンドーラ釣られにくい、これは非常にでかいってことでやっていきます。よろしくお願いします。まあ、結局ティポベルで威圧すればバフリーダーはしばけると思うけど、たださっきね見た時に使用率トップ5にアマテルがいたんで、アマテルから X 進行されたらどうしようかなっていうふうに思ってますね。結構怖い。でもねだいぶデッキはね使いやすくなったと思う。 S ゴマのこのガガがねとりあえず雑に出しちゃって強いキャラゴマだし、その上 A ゴマなんかもね、序盤から雑に出していけるようなキャラゴマ増えたんで、だいぶ使いやすい。ほらもう見てください、この手ゴマあんなに手ゴマが事故り、手ゴマ事故みたいなねデッキだった。これ何ということでしょう、これビフォーアフター何ということでしょう。あんなに手駒が事故っていたあの物件がこのようにね手駒がだいぶぬるぬる動きやすくなってきましたと。ね、なんかオーラ引いてんな、あれかヌアザか、はいはいはい、まあヌアザ引いてる分初手はねあんま強くない駒でやってきたんで OK で、ここよいしょ、グノ引いたな。これ死打ちグノ進行しますか。死打ちグノ進行します。さあアリシャルいきます。よしバリア張ってあげて、でさらにこの仕打ち愚弄進行と見せかけて実はベルーガ進行でもあるっていうね、相手に外周打たしてベルーガバチコリ狙いたい。 OK そいつは取れる。でこのブランジェッタもトップから切ってきたキャラゴマですね。いらっしゃいませー、よいしょ、アベル、これねアベル打っちゃいます。はい、これで若干 X 打ちづらい形組んだけて愚弄であのお口チャックしたいですね。ただフェイルノート打たれたら、フェイルノート打たれたら台無し。OK よっしゃ、これは、まあ、X 置いてきましたね。 X 置いてきたんでここをアベルで燃やしつつ D5 にガガとか引きたいな。はい、ベルグレーでまあいいですね、十分で、右下 X 来たら F5 でコンボ封印しつつベルーガの種にするのと、 E3 に来たらどうしようかなって感じ。ティを引いたら F2 で2枚燃やしでもいいし、まあ、テュポン引いてテュポンでもいいかなって感じかな。テュポンベルカでもいいかなって感じ、まあ、どっちかだな。さあひろゆき打ってくる、ちゃんとグノを読んでる、痛い。でここなどうしようかな、1個、面白いのが F5 に当てて角グノ、あじゃないわ、 F5 にグノを当てて角ベルーガっていう説もある。どうしようかな、右上 X が強い盤面なんじゃが、グノー運ゲーだよな。いや運ゲーやめますか、ちょっと新しい動線組ませたくないんで、これちょっとガガこっち行きます。はい、でここに火炎バフ、よいしょ、てかガガ強いな、こう見たら2ターンでさ4000アド取れるし、そこにバフ加わるって考えたら十分だよね。だってさ2ターンスキルといえばドロッセルとかもあるんですけど、ドロッセルが2ターンで4000もアド取れないんだよね、あのキャラゴマ。あと昔ヤマタのオロチってキャラゴマいたんだけど、竜炭条件で使える、
そのヤマタノオロチも越してるぐらいには強いね。ヤマタノオロチより強い。まあ、ちょっと比較がなかなか古い駒になっちゃったんだけど、オッケー、これ取らせる。で取らせて、はい、これ気づいたら分かります？十字架引いたら強い盤面でありながら外周にも置かせられてると。オッケー、これ俺のペース。いらっしゃいませ。これな、 F3 ありだな。今ベルが打てるけどチュポン手駒にないんだよね。で吸収もできて、逆に言えばここでグノをね切らないと逆に打ちどころがないとこもある。ちょっとこれ F3 いきます。 S5 も相手まだ飛んできてないし、 OKOK、 ここのコンボ風にでかい。はい、うん、いいですね。まあ、さっき F5 にグノを切る場合のと状況の違いとしては、アベルのコンボがあんま強くないんですよ、そもそも。なんでそこの違いっつうことでこっちに行かしてもらいます。でこれでは、D の2に打ってきてもなんとかなるかな。おっと、その切り返しは考えてなかった。右下 X マジか。しかもプリリア結構強くね。あー、ティオ引いたな。まあ、ティオベルーが打ちてえけどな。そういう S5 まで打ってくるんだったら逆でよかった感じもするけど、よし、これは A2 ベルーガでコンボして一回回復入れます。よし、 OK。 さあこれ回復入れて、まあ、F1 ティオも打てたんですけど、先にベルーガの方がいいですね。トップティポン引いたら強いんで。でベルーガ取りに来る場合は A の位置に打ってくるので、そこに対してティオで F1 でカウンター狙いたい。さあどうする。まあ、シンプル B5 とかで火力出してくるのが結構怖かったりするんですけど、その場合はアベルのコンボもう一回使えるんで F5 で、それで狙いたいですね。お願いします。さあ、B4 ゼウスは怖くね。さすがに待て、 B4 ゼウスはやばい。それは怖くね。さすがに怖くね。 B4 ゼウスやばい、これは怖いな。ちょっとティポン欲しいな。はい、よし、フルフルや。しかしこれ大丈夫か、これ大丈夫か。いや、威圧効いてるから耐えれると思いたいな。アラジン切ったし、威圧切ったよね。相手威圧切ったよ。耐えれると思いたいですね。耐えれると思いたいですね。まあまあとりあえず、あ、待って、間違えた。あ、間違えた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 。俺 F1 打たないといけないのになんか知んないけどコンボスキルビビっちゃった。待って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 、これあのミス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 、こんなとこ打つつもりなかった。やばい、これガチでミスった、ガチでミスった、間違えた。まあなんならアラジン持ってると、まあこれ受けれるけど、受けれるけど次のライフは受けれるか。痛い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 、ちょマジで間違えた。 F1 打つつもりだったのに、ただアラジン引かれてたんだったらワンチャン死んでたの今 D6 で、なんで抑えて正解だった説ある。で OK、 さあこれこっち引いていくんですけど、あー、いや辛くねこれ。普通にアラジンコンボ受けないといけないけど辛くねこれ。だってこれアベルのコンボ回復しないんで F5 行くしかないですね。 F5 行ってヒール入れて B3 耐えるしかない。これはもうフルフレア頑張れ、フルフレア頑張れゲーミング。よいしょ、いやマジ間違えたな。でもアラジン引かれてたんでめっちゃ結果オーライな感じする。ただあのティオ打ったのがミスった、ティオじゃなかった絶対に。あー、見て引かれてると。いや、これはね、俺の、ちょ待って、ミスった、マジで。俺、F1 打つつもりだったんよ。F1 打つつもりだったのに、なんか、やりたいことと、警戒してることが、今、狭間で揺れて A3 打っちゃったわ、バカだ。やっちゃった。普通に間違えた。俺、なんか、F1 打つって思ってたはずなのに、体がゼウスを欲してしまってた。やってもた。まあ、でも、これは、全然、あれですね。勝てたかも、普通に。もうちょっと頑張れば。まあ、ちょっと右ウィックスガガもったいなかった説はある、正直。ただ他にやることもそんななかったっぽいんだよな。まあ F5 グノーだったかな。でもちょっと運ゲー入るから若干やりづらかったのと、あと F3 グノー打ったのがちょっとなちゃうかった感じもするよね。けどあそこまで S5 も出されてなかったんでちょっと欲張っちゃったな。 F3 グノーからベルーカがいっちゃん強い盤面だったんで、ただ先打ちベルーガ F1 でも良かった説はある。難しいとこですね。いやでもなんかな、もうちょっとなんか相手の手駒ちゃんと読んでちゃんと集中してやれば違った展開になってそうですね。まあでも OKOK、 なんか使ってる分にはね、今のところですけどだいぶだいぶ手応えある。え、今のとこめっちゃ手応えあるんだけど、手駒全然事故らんもん。もう手応えしかない。で対面はつくうみですね。
正直ディートリヒよりツクヨミの方が対面やりやすいって気はする。このデッキコンボ封印入ってる上に今フェイルノートが使えないんだよね。ツクヨミそこにつけいっていきたいですね。よいしょ。とりあえず初手アルカードでバチコリ火力出させてもらいます。いや正直ね、最初負けちゃったけど、めちゃくちゃ俺めちゃくちゃ手応えあるんだけど、このデッキもう手応えしかない。この初手見て、全然事故ってない。でルキアは正直事故った。このルキアは事故。なんでルキア入れてるかっつうと、まあ神殴りメタですね。ちょっと神殴り生かしたいんで、どうしてもロックとあれですね、コンボ封印からの極炎も荷積みしてます。ただこのタイ、おい待ってくれ、それは禁止カード、禁止カード来ちゃったな。それどうしよう。ガガ、ちょこれガガいきます。お前がそこの死に玉虫出すんだったら俺もこっちで回復させてもらうわ。よいしょ。ただそこの死に玉虫、正直フェイルノートと変わらんぐらいバカ強いんだけど、何回コンボ組まれんのこれ。正直バカきついけど、俺もガガ引いたからもうガガで突き進むしかない。ただきついと見せかけて実はテュポン引いてるんで、このテュポンでやり返したいとこある。ヤンドラ行け。はい、ベルグレは微妙。まあテュポン打ちますか。さすがにこのタイミング打たないとタイミングないですね。でただこのガガのコンボスキル、相手キャラゴマ依存なんで、さあ火力出していこう。よし、オッケー。これでオーダーディ回復入るけど、ただな、なんだかんだ死に玉虫バカ強くね。お前まだもう一体出てくんの。これコラボゴマとは思えないぐらい強いな、やっぱり奇境バカ強い。で次のターンオーダーシー発動ね。あでもそこの召喚はまだありがたいか。これ B3 召喚が実はだるかった。俺 D に打ちゃ D に打とうと思ってたから。はい、あーグノバカ弱え世界で一番弱いグノ引いた。世界で一番弱いグノ引いちまった。いっちゃん弱え、それ。にゃーティポン強いけどな、ここの D2 についてはバカ弱いですね。どうしよっかな。これ世界で一番弱いグノだな。まあ、グノ使わない前提で動くしかないんだけど、そこの数は止めれる手段なくて、で次オーダーシー発動ね。うん、やばい、死ぬ、まずいまずい、死んでしまう。フルフレア引いても正直この盤面1万1000弱でしょ。だからお前さ、お前引くタイミング一旦遅いよ、遅い。いやこれは一旦遅いわ。もう一旦早く引いたら、いやでもこれね、世界のグローにかけるしかない。もうこれで数をコンボ封印するしかない。はい、ダメでした。くっそ、これ世界のグローでコンボ封印するしかなかった。あー世界見せられなかったわ。おい待って、正直そいつOK、 お前任せろ。 OK、 分かった。これツクヨミ機器を動画出せってこと。いやでもなんか出したくねえ、こんな動画ツクヨミ機器とか動画出したくないんだけど。痛い、やめろ。痛い。おっしゃ、フルフレア引いたけど、ただフルフレアで打開できる場面じゃなくね。どう見てもフルフレアで打開できる場面じゃなくね。どうすればいいんだこれ。D5 を受けた上で、いやきつい。これ B6 フルフレア打って取らせて、英語アベルから D5 耐えるしかないですね。もうそれしかない、俺にはそれしかないそうし、さ、そっからの3手飛ばししか正直浮かばん。あバイセ引いてんだ、無理だ。これ D5 受けないと無理だな。ただ受けれる自信が1ミリもないくっそ、あのコンボ封印で決めるしかなかっただろ。よいしょ。いやでもね、これちょっとアベル引くタイミングマジ遅かったな。アベルじゃなくてティオでもよかったんだけど、あそこね、グノー、ルキア、ベルグレきつすぎるしか言葉が出てこない。まあしゃあないってことで、ちょっと開幕2連敗。いやでもね、今んとこやっぱりデッキの完成度は高いと思うな。どうしてもちょっと打ち方とか対面の噛み合いとかで負けてるけど、全然デッキは強いと思うわ。俺こっから勝つよ。よっしゃ任せろ、俺こっから連勝します。任しといて。マジでプレイングと噛み合いだけ悪いだけでデッキパワー十分あるわ。自信ある。なんかね、使っててモニョラン、今までだったらね、うわヒマリあと一旦チャージ貯めたいけど手駒にヤンドーラとチュポン来てる、引く、切るしかないみたいな、あのモニョがあったんだけど、そう今までのエデッサはモニョがあったんよ、強かったけど。ただ今のエデッサはモニョがないんよ。モニョなしはそら強いでしょ。今まではモニョってたマジでモニョってた。
あ、ひまりあと一旦チャージ食べさせてよみたいな、それがないんでね。さあ初手ベルグレで一発殴ります。うん、オッケー。さあルキア引いてるんで、セーレか、セーレね。まあセーレいきますか。よいしょ。で理想は、相手の X に対して、まあ、D5 逃げから A3 に対してアベル打つとか。あーちょっと、いや待って、逆にここにフィルノと打つって怪しくね。逆に怪しさマックスなんだけど、逆に怪しい。よいしょ。さあ回復入れていいですね。怪しい。そこのフィルノと X フィルしなかったってことっしょ。なんだろう、エンデガとかアラジンが固まってて勝つみたいな感じ。でもミューズとか持ってたら先出せるし。あーなるほど、そいつでコンボ狙ってるわけね。どうしようかな。フルフレア、めっちゃロック刺さりそうに見えるけど、いやでもな、手駒の動き的にクラリから切ってるから S アタッカー引いてる可能性低いとは思ってるけど、あったらやばいよな。ロックで C に打ったところで、いやこれ、フルフレアだと思うわ。ロックで C に切ったところで何かしら出てきて殴られるのもそもそも痛いのと、ロックちょっともったいない気がするのと、あと何よりアベルが燃えない。まあそこ、ここの3枚バカ怖いけど、おっしゃ来た。じゃあここさえ乗り切っちまえば何とかなる。まあ S アタッカー引いてる可能性低いと思ったのは、フェイルノート切るまででもなくねって思うから、今の。F4 フェイルノート切ってまで、ねえ、S アタッカー持ってっていうのはちょっと考えにくいんじゃないかな。あと初手に、バフが低いクラリーチェを出してきたんで、だったら初手 X からガンガン行くねって思ったから、こっちから行かしてもらいます。よし、さあこれでアベル展開できたのでかいね。おお、春秋か。まあそこの召喚取れるけど、ちょっと引き見てからだな。まあ今下の駒結構切ってくれてるから後半ロック刺しやすい状況ですが、アタッカー持ってない読み F3T を殴り、さすがに微妙だな。やめとこう。持ってたらやばいのと、あと F3 打って F2 切らして A に入ったところで盤面そんな強くないんで、一旦こっちですね。さあアベルの威圧が効いてるうちはじわじわ攻める感じを濁しつつって感じでいきたいですね。フェイルノート切ったんでフィニッシュまでのラインは見やすくなったね。 OK。 さあブラダマンで切られる、火炎で燃やす、ここだな。チュポン引いたら惜しみなく打つけど、ベルが打ちましょう。もうこれはもうベルが最強です。はい、もうこれ最強です。よし、出た出た、殿下の宝刀、もうこれ最強これ最強です。もうこれやっときゃ大体勝てる。チュポベル構成でね、今回神殴りしばきにいってるんでね、さすがに負けられん。よっしゃ、白卓ね。いや大丈夫です、全然大丈夫。あ、もう全然大丈夫。よし、 OK。 でベルが効いてて、おー、グノーまで引いてくる。でもロック打つほどでもないな。まあ、グノーこっち行きます。で、白卓コンボ封印しろ。まあダメか。まあ、全然 OK。全然 OK。大丈夫。よし、大丈夫です。で、今ので殴ってこないっつうことは、コブも持ってないから、なおのこと大丈夫。まあ、持ってても耐えれる。いや、久しぶりに使ったな、ベルーガ。まあ、ちょっと今日のね、補正がバフリーダー多そうだったから、ベルーガ使ってるけど、バフリーダーいないような感じの補正だったら、まあ、ベルーガじゃなくて全然ヒマリでも OK かなって感じ。結構ね、その辺は、デッキ構築のなんか、幅が広がったんじゃないかなって思いますね。お、火力高っ！近づく火力高っ！よし、OK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 、やりたいことできた。十分だ。って言ってもやっぱ怖いもんは怖いわ。怖いもんは怖い。雷怖いわ、やっぱり。こんだけ極炎とか入れてるとしても引かなかったらどうしようとか、相手がこのタイミングで殴りの駒引いてたらどうしようっていう風になるんでね。でもね、一周回ってベルーガの評価高くなる説はあるな。最近あれ、つくみフィールが減ったから、フェイル対面ってベルーガ微妙なんですよ。内周燃えないんで、フェイルノートの召喚って内周に大体召喚するから、それが
できないから、そうベルーガって外周しかもいないん でそのフェイルノートが減った今、外周もやし熱い説ある。まあなんだかんだメルベとかがいるから内周もやしが強い部分はね十分残ってるんですが、アベル切ります。しぶしぶちょっと初手グノは弱い。まあ、X 来るかな。アマテル X ちょっとしんどいんだよな。よし。ただこれアマテルシーニに対して十字架ないのは微妙な場面になりかねない。でしかもセイレか。まあいいや。でもアマテルシーニに対してはね結局グノーが効くんで大丈夫。グノーさえあれば全てはなんとかなる。召喚さえされなければ。やめろ。あ、外周アマテル来た。じゃあベルーガで燃やそう。でも正直外周アマテルだろ。うわーバラ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 、シャラクソー。うわシャラクセー。しゃあない、もうグノ切ります。まあ、C2 に対してティを切りたいのと、ここでティを切って X 打たれるもだるいし、こういう時はグノ優先の方がいいですね。しゃあないわ。んーマジで不本意だけど、がっつり不本意だけどギギル。しかし結局ティオ残ったのは熱いぜ。お、こういう時ガガめっちゃ使いやすくない？めちゃめちゃ使いやすい。どうぞ。トゥールラみたいなもんなんでね、言うたらトゥールラみたいなもんだもんね。まあトゥールラの火炎版で数値は減ってるけど、それは使いやすいよね。まあ、トゥルラに比べたらさすがに、お前がトゥルラ出すんかい。おい、トゥルラの話題上げた瞬間トゥルラ出してくるな。ただここでトゥルラ出すってことは 100% アンチヒール引いてない。今だったら絶対俺だったらアンチヒール切る。で X トゥルラ出すから今アンチヒール持ってないんで、ここは強気に2枚で燃やします。よいしょ。ただこの盤面はね、あんまりベルーガが強くないかな。いや弱いことはない、全然強いけど、どうしようかなって感じ。テュポンの方が強いんだよね。テュポン引いたらテュポン出したいし、引かなかったらどうしようって感じ。まあ引かなかったらベルーガか。結局やることは変わらんな。おっと、いやーうまいな。その B4 で濁すのは悪くないですね。バリア、まあ火炎ダメージがだけを稼ぐんなら A5 からの展開クソ強いけど、ちょっと俺の HP 的にそれは避けたいかな。しゃあない、ベルーガ切りましょう。ただ逆に言えば今 X に打てる駒として強いコンボの駒が持ってないっていう表れなんで、今のはそう X に打つ駒があんま強くないからそっち打ったんじゃない。でここでオーラ引くんだったらばなおのことじゃない。 X 打つ駒がね多分相手弱い。だからこそ A5 ベルーガ行きます。 B5 だった。テュポン引いたら容赦なくテュポン出すし、引かなかったらどうしよっかな。 OK、 X 打つ駒弱いのはねもうね割れてるんですよ。よし燃えます。さあこっから追いつきたい。こっから果たして火力を追いつけるか。フィニッシャー引く、フィニッシャー引いてくる。これ地下げ出す。トゥールラ動線はちょっと上げたくないのでこっち行きます。よいしょ。さあこれでベルーが取ってきたとして、2手飛ばし相手の盤面じゃ多分無理だから、じわじわ行きたいけど、英語にあれだな、あそういう駒、そういうバリアみたいな駒打たれるのがいっちゃんきつい。そういう駒来てほしくなかったんだよな。あバリアじゃなかった、使ってるの火力の方だった。そうですか。じゃあはい、うわ微妙なんでやね。これはメルチェで切ったところで2手飛ばしできる盤面じゃないので、まあこれバリアですね。さあバサバリおじさんお願いします。さあバサバリおじさん打って、これ右下 X に対してどうするかって感じかな。えつってもあれか、グノーでコンボ封印してっから強気に出れるな、まだまだ。さあこれバサバリおじさん出して、何、いやでもこれは大丈夫。 D6 から新しく動線組める。でバサバリのおかげで耐えれる。さあここお願いします、よろしくお願いします。よいしょ、最高。フルフレアでいいよね、アルカードじゃなくてフルフレア出します。ヒール火力最強。
でコンボが最強なんでフルフリアは。そいつをエレッサにバフかけてメルチェーデで終わりだ。ロックされても大丈夫。新しい動線右下 X で組めるけど、この状況打開できる動線ないんじゃない。いや、ないな、ない、そんな駒はない。スーン。まあそうだよな、アマテルペトラスとかでしょって感じで、アマテルにね全部エソゴマ投げられたけど、こんだけ耐えれるんですよ。ベルーガとフルフリアとアリシャール、バーストバリア、コンボ封印、セイセイセイ楽しい楽しい、おもろい。いやー、マリウエデスタおもろい。これもっと流行ってほしいな、マジで楽しい。でもうちのねキャラゴマめちゃめちゃ活躍した。ヒールの量エグかったね。ガガのヒールも強かったし、セーレのヒールも強かった。活躍したな、みんなありがとう。めちゃめちゃ活躍してくれたわ。十分だ。よし、はい、10本引いてる。バスバリある、フルフリア、うん、最高の手駒だ。初手バスバリ、上逃げ、コンボ封印待ち、威圧待ち、そんな感じ知らんけどめっちゃ麻雀用語的な感じで話しちゃった。そんなに麻雀もやんないのにおい、オーラやめろ。よし、オッケー、そんな感じでもう一生オーラ引かなくていい。あ、うん、相手だけオーラ引かなくていい。俺がいつオーラ引いても強いけど、オッケー、流暢語ね。でここは上フルフレアめっちゃあり。これね、上フルフレアめちゃくちゃあり。なんでかっつうと、そもそも火力出るだけでなく、こっちはティポンさえあれば F4 からの相手のコンボ動線は何度かなるし、あとね、相手の追い X を許さない。このフルフレアでちょっとコンボスキルで圧力与え、意味ねー俺が今話したこと全部意味ない、やめろ。俺が話したやつ全部意味ないやんけ、ふざけんなってなるんですけど、こういう時は E6 いきましょう。アリシャールのコンボで、まあ、そもそもちょっと削れるしな。でアルカードがそもそも強い、ベルグレードか、 OK。 で相手の F6 に対して、まあ、近づ C2 から行きたいかな。ただ F そこにマロニー切るっつうことは、そうだよね、変バフ引いてる可能性は若干低いよね。よし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 、はい、うい、来た。もうこれはね、勝ち、これも勝ちに持っていかさせてもらうわ。あ、待って、ただこれあれだ、ここでオーラ引かれて殴られたらやばいかも。大丈夫かな、俺オーラ引かれて殴られたらやばいか、危なこれは勝たしてもらいたい。ただ変バフがないってことは大きめのアタッカーを持ってる可能性は高い。あーって言ってもエソゴマじゃないのか、じゃあ大丈夫だ。よし、オーラからのメイン打たれても耐えれる自信があるから、ここはティポンベルーガで終わらしたいな。はい、ダブコンいきます。シンプルに駆け出す。正直さ、即流対面は竜獣の方が、あのマゴマが入ったこのデッキの方が立ち回りやすい気がする。グローもあるし、竜単だと相手のキャラゴマ燃やす火炎スキル強いけど、その即流対面ではあんま効かないんで、こういう速攻相手にも戦いやすいのはだいぶねいいと思う。よし、まあ、これはねだいぶ引きの差が出たところあるけど、うん、まあ引きの差出たところあるけど、よいしょ。あー、これ飛ぶか、メルチェーデで。ライフバが1800ぐらい出るもんね今の状態で。おー強い、おー強い。よし引きの差が出たのは間違いないけど、竜胆に比べたらだいぶ立ち回りやすいね。竜胆火炎とかに比べたら。だからこれさ、最近こういう竜獣とか結構押してるけど、竜胆火炎本当に使う人見なくなる気がするな。俺本当に見てないんだけど、最近竜胆火炎使ってる人。まあ竜胆火炎使うんだったらあれかな、竜胆っていうデッキコンセプトでいくんだったら夜明け使いたいみたいな人が多いのかな。
そういう感じですかね。知らんけど。うん。つくよみ環境、ん？壊しに行く？ん？つくよみ環境を壊しに行く？もう壊れたぜ。どうする？ヒプノスだった。まあいいや。ヒプか。上等です。フェイルノートが入らないのと、オッケー、グノー引いてるし、フルフレアもある、初手。てか、マジで初手自己ランクなったね。本当に。なんかこれからワクワクが止まらん。おぉ。初手ビナ。初手ビナか。かといって、これね、ヒュプ対面さ、ヒュプ対面ね、俺フルフレア後半のヒールで使った方が強いと思うんで、初手アルカドいきます。ヒュプの火力が出終わったところにヒールかましまくってリーサルずらしまくるわ。しかも相手初手ビナ切ったから、なおのこと後半の火力がしんどく見るはず、しんどくなるはず。あ、その成り打ちはいいですね。俺がベルグレーで出そうとしたところにね、何回もこのシールドとか、俺が特殊ダメージ出そうとしたところにシールドを塗り込まれまくる。ただこのヒュプノスシールド荷積みで、かつ今日の補正でヒュプノスやってるってことはバフメタだと思うので、多分相性いいですね。よし、これバフメタでしょ。いらっしゃい。精霊、まあ一旦コンボ封印しとくか。一旦コンボ封印しとこ。はい、野口ジャック、よし。まあここで使わなくてもよかったとこあるけど、逆にね、精霊とかフルフレアを駆使してヒールしまくって盤面進行しよっかな。あと地味にあそこのヒップのコンボライっていうのはね、実は効くんですよ。相手が右上 X 打てなくなった。よし、さあこれはオーリックか。そんな問題ねえな。うん、いいですね。でオーリックのコンボが9300減らないといけないから、まだ発動しないですね。これ、精霊死に行きます。死後か。うん、まだ発動しないですね。21,800未満にならんと、オーリックのコンボ発動しないんで、死にからのアグロも無理でしょ。オッケー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 。ただ、この盤面だよね。このウィブに対してコンボ封印残したかった気持ちはあるけど、まあ、それは結果論だな。で、これね、右上 X アベルクソ面白そうじゃない？安牌取るなら F4 ガガだけど、右上 X アベルバカおもろそうなんだけど、打っちゃおう。よいしょ、さすがに強い。このアベル取るとガガかフルフレアで積みに行くこともできるし、うん、これでいっか。打たれたくない場所は B の4ですね。 B の4がいっちゃ打たれなくないけど、まあ盤、C6、 あー、いや斬新だわこれ。あれだ、 F1 打たれたら俺打てるところほとんどないのか。あー、うまいね、うまい、めっちゃうまいけど、いや確かにうまいな。まあ抑え安牌か、抑えるか。はい、いやうまいな、普通にそれうまいわ。いやけどなんとかなるっすね。これは F1 取られるタイミングで B4 のグノーで削って、最終フルフレアでなんとかなりたい。で相手の HP 結構削れてるんで、で次で火力がなくなるな。ウィブとヒップ切って、うん、 OK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 。 であと E の4がオーリックだからなんとかなるかな。またはここ1点あるのは D の2にフルフレア切ってB4 狙う。 C1 打たれる F4、 まあでも B の4安牌か。でもアンジヒールされたくないから、ここフルフレア切りたいっすね。うん、やっぱりそうするか。これ D2 フルフレアいきます。でよいしょ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 。あ、ミスった。これあれじゃん、あれだ、 C の2フルフレア消されるんか。あ、俺なんかめっちゃ勘違いしてた。やばい、ミスりました。あ、よかった、そっちで。これ C の2いっちゃんきつかったっすね。うん、全然忘れてた。特殊トライ撃 70% にする。本当にフルフレア環境に一石を投じようとしてるじゃないか。フルフレアじゃないわ、名前忘れた。ちょっと待ってね。これはさすがに F4 こいつでいいな。うん、右下 X 耐えれば勝ちか。耐えれるかな。お前のホースってどれぐらいな。1200、やばくね、やばくね、1200は。
しかもなんかオーラ引かれてるんだけど大丈夫？やばくね1200。さあ頑張って耐えましょう。ういうい、あぶねえ、よかった。あれ何のオーラ引いてんだ、危なかった。ふう、ちょっとアンチヒールビビりすぎたな。アンチヒールビビっちゃって D2 フルフレア打ったのがミスったのと、あとそもそも C に打たれてたらやばかった。あぶねー、よかった、ギリギリセーフ。あぶねー、マジで危なかった、普通に負けかけたわ。あのオーラなんだ、250特殊と回復、あれ銀四郎とかだったら死んでたな。危なー、マジで普通に危なかったわ。なんなら E の1の駒、あれトゥールラだったら俺負けてたね。ガチで危ない。いやミスったな、俺さ盤面見損のあれなんですよね、見間違えてたんだよね。フルフレア取られるのがさ、オーリックのコンボ繋がると思ってなかった、あの C の2。そうオーリックのコンボ繋がったらフルフレア動線残るとか思ってたけど、ごと行かれるの全然気づいてなかったって感じで、ちょっとね盤面全然見てなかった。進行は良かったんだけどね。けど相手うまかったな、あの C6 のメイティス、めっちゃ普通にそこの発想なかったけど、コンボ封印駆使して右上 X のアベルめっちゃ火力刺さってくれたんで、そこは良かったと思う。よいしょよっしゃ、ベルグレで削って、ベルグレ削って、うーん、はい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 、初手ベルグレ最強じゃん。あー出たー、これなー、出ちゃったなー。うん、まあ B3 アベルいきますか。まあ F4 切ってくれたらデュポーンで取り行くし、うん、よし、グエリはコンボそんな強くないからペース持ってけ。あっしゃー、もらいましたわ皆さん、初手グ、これあのトップグノね、もらいました。よーし、でこっから警戒しないといけないのは、うん、オーラスキルって言おうと思ったらちゃんと来ましたね。であとはナダル、痛い、いてててててて、てけどヤズまだ効いてるからまだティポン切らなくてよさ。うーん、そういう感じ、そういう感じね、なんとも言えねえけど、まあこれ抑えますか。火力出すんだったらティポーン切ってからあの F5 にティオを打ってコンボスキルで回復ってのは面白そうだったんだけど、いやそれでもよかったかな。ただここね、俺の予想が正しければ、あー正しくなかったわ。あのね、変バフが来ると思ってたんだよね、タイミング的に。そろそろだから変バフのタイミングで被るぐらいだったら、威圧が、威圧の場所ずらそうかなと思ったんだけど、そこはちょっと噛み合わなかったね。 OK、 でもヤンドラ強いで、うん、この盤面は E3 で動線組まれるんだよな。 E3 どうしよっかな。いやー E3 だるいな、やっぱり。あ、そっち来るんだ、これラッキー。しかもナダル切ってくれた、でけー、これラッキーですね。 E3 撃たれてからナダルとかの撃たれてたら結構やばかった。さーて、そいつはラッキーだけども、火力出すんならセーレだが、バリアでいいんじゃないかな。よいしょよいしょ。さあこれ火力足りるかな、俺火力足りるかめっちゃ心配やないけど、これ大丈夫けど、もうバリア打ちます。ここは確実に耐える形作って、この後殴れる方がまあバリュー高いかなって感じがする、知らんけど。よしで、これでんよいしょ、よいしょ、で次 D5 ですね。 D5 打って最終的に火力足りると思うな。7500、ナダル切ったし、ただこれでさあ、よかった、これでさあのアベルとか来たらマジできつかったんだけど、さすがに逆すぎるんでね、そんなことはないよね、そんなありえない。 OK、 フルフレアアザス、フルフレアアザスだな。うーん、 D5 フルフレアかな。うん、まあセイレも面白かったけど、ここはちょっと火力欲しいところかな。よーいしょ、 OK、 あと A4 で飛ばそう、次のターンいける。うん、オッケー、危ねー、ふう、危なかった。やっぱ乱体引かれてると何があるか分からんな。オッケー、じゃあ最後は
ガガさん行きますか。よいしょ。いや全然ビビってねえし、俺ポーカーフェイス。あざーす。おお、ガガ強。1469まで伸びるのか。もうほぼトゥールラやん。ヤンドーラまで引いてればさすがにほぼトゥールラだな。あ、でもそんなことないか。アタック低いわ。トゥールラアタック高いもんな。まあ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 。でも十分だわ。十分。てか、トゥールラが頭おかしいんか。そもそも。ガガが微妙とかじゃなくて。やっぱトゥールラって頭悪いな、あいつ。何あのデッキ条件で2ターン5200アドって、アタックも1400超えるし。トゥールラって何なんかね、本当に。あいつ何なの、あいつ何で、コンボ4500でしょ、ぶっ壊れやん。なんであいつだけ2ターンで5200アドになっちゃったんだろうな。俺ちょっと今でも理解できない。よっしゃ、これは相性いいです。もう極限で終わりです。暗流来ました。まあ今日の補正ね、流属性そもそもステータス上がってるから、こういう暗流とかもね全然あるんですけど、対応させてもらいます。で、俺の思ってた通りですね、俺の思ってた通りです。序盤さ、あんまり勝てなかったじゃん。2連敗したけど、その後結局6連勝したよね。やっぱ俺このデッキはね、序盤負けた時にやっぱダメなんかとか一瞬ね、そういうよぎることもなく自信があった。自信があった。めっちゃ使いやすいやんって思ってた。よいしょ、 OK。 この余ったバリアですら俺は替えのバフを入れていく。余ったバリアですらちゃんとね仕事させて、で、まあとりあえずこれ適当に T を展開の、トネルも持ってるか。まあ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 、トネルもぐらい許しましょう。極限持ってるんで、こちら、はい、グノー。まあグノー切るか。よいしょ、よし、そこのコンボ封印しとこう。まあでも意味はある、そこのコンボ封印はね、意味はある。で、X 来るか。よし、来ない。X 来ないんだったら、まあ、じっくり行かしてもらおっかな。おい。あー、これ切ろう。さすがにメルチェードフィニッシュ力低すぎる。切って、で、これでちょっと相手の手駒調査したいですね。激輪あるのか、それとも捕食してくるのか。でも捕食の場合は、回復に余剰が出るから、うん、上等って感じかな。あー、激輪持ってるのがいっちゃんきついや。いやー、それいっちゃんきついな。こうなると、テュポーまで引かないとしんどくなってくる。どうしたもんかね。正直 F4 のコンボがないんだったらば A2 から打たなくても D5 からでもいいように見えるんだよな。難しいな。めちゃくちゃアベル打ち、やればさすがにアベル打つか。うん、打つわ。はい、燃やします。燃やさせてもらいます。点火します。ただこっからの噛み合い次第では正直負ける。こっからの噛み合い次第では負ける。おっと、そっちテラガイオか。いや、これは英語行きたいな。さすがにこれは英語行きたいな。ベルーが持ってるし。 OK、 英語アルカードから入って次のターンでベルーがでいいかな。よいしょ、さすがにこれ英語行きたい。よいしょ、よいしょ。さあ、ベルーで燃やしつつ次ベルーがで2枚強火にして、タイミング見てガガ切るんだ。お前さ、なんでランタ行くのねえ、タイミング悪すぎ。これ捕食来るな。青けでも、いや、ここで、ムスタバだからおそらくミニエラ持ってないな。うん、 S 捕食ないで、シェンメイ持ってるって感じか。 OK、 これはねいける。今ので弱めの捕食が来たんで、多分相手の手駒、シェンメイ持ってるか、そもそも手駒弱いって感じだな。 OK、 いや OKOKOK。 いや、これでかいっすよ。そう、このベルーが最強っすよ。もう威圧で捕食許さない。デュポン引いたら勝ち確、引かなかったとしたらどうしようかって感じ。あー、アタックゼロだ。よいしょ、よいしょ。さあ、これアベルは仕事完了。ガガで、あー、勝ち確だ。ありがとうございました。よし、まあさすがに相性有利。あざっす。
まあさすがに負けるわけにいかん。さすがに強い。よし。よしよしよし、ミニエラ。あ、でもミニエラ持ってたんだ。左側に豆じゃん。持ってたじゃん。危な。これミニエラから切られて、あ、って言っても、まあ、ベルガチポはまあまあ勝ちか。OK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 。6連勝。よし。思ってた通りだ。強いこのデッキ。本当に思った通りだわ。めっちゃ強いわ。よかった。よし。これ勝ったら1000ポイントやるしかねえ。やるしかねえ。さあ、いらっしゃいませ。ツナ缶？冷やし中華始めました。よく使うデッキ。くさびデッキって書いてたな。くさび来るか、これ。くさび来るか。あー、出た！ファッキン夜明け。今日見なかったファッキン夜明け。勝たせてもらいたい。先行。まあいいでしょう。夜明けはね、結構成り打ちとかしてくるイメージあるから、高校引いた時に10時間引いてたらめっちゃ強いかなとか思ってたんだけど、しかし手駒がいいですね。事故らん、感動してる。事故らない下級デッキ、感動してる俺は。はい、おお、引いてきたね。これ強気に風車いこっか。俺のイメージ夜明けはあんま X でガンガン来ないイメージあるんだよな。 C2 とかで形組んで変置きゲポとかでアド取ってくるイメージなんで、風車打ってガガ C6 から右上 X ティオで十字火炎の強みを生かしていきたい。さあ、水蓮引いてると。で、ここに火、いらっしゃいませ。ああ、いいヤンドーラだ。このヤンドーラはいいね。ガガにバフかかるし、それだけじゃない、地風にもバフがかかる。いいっすね。強い強い強い。トゥールだ。実質トゥールだ。実質トゥールだ。いいぞ。実質トゥールだ。いいぞ。よし、X 来ない。でかい。これは十字火炎から展開できるですね。まあ一回引き見よっか。はい。ベルグレ切って十字火炎でいいかな。OK。よいしょ。よいしょ。さあ、回復入れて。ああ、強い。もうトゥールだ。これトゥールだ。いやでも実際ね、数値とかはトゥールラの方が高いけど、使用感は変わらん。マジでトゥールラ。オッケー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 。あ、しかも相手なんか色めっちゃ偏ってんな。ここアベルの方が強いけど、全然ティオ打っちゃうよ。アベルの方が強いって言ったらアベル引いてきたんだよね。ほな、アベル行くか。200やつ。よいしょ。よいしょ。とはいえね、油断できないんですよ。こっから夜明けだったらワンチあるからな。アルメンダリスとか打たれるだけで結構しんどいからね。さあ、どうだ。ここまで理想な動き。おっと、相手がアベル打ってきた。ってことはコンボ強い駒持ってないってことですかね。引き見てから行きたい。ルキア、なんかな。これは S 駒出させないためのルキアでいいように見えるけどな。でいいと思うけどね。E の1ルキアは多分形強くないと思うんだよね。相手のアベルとのダメレは俺の方が勝てるから、相手のアベルは取らずに俺のアベルで燃やす形残してって感じでいいと思うけどね。このルキアは結構いいよ。相手目線ガガのコンボ怖いから。オッケー、そっち打ってくる。オッケー、なんならそれアベルで燃えるよ。あ、でもこれ B6 でワンチャン飛ばされるか。いや、ワンチャンあるな、これ怖っ。フルフレアプリーズ。はい、ベルーガ、ベルーガ、アベル消しながらベルーガで2手飛ばしルートかな。もうそれでいこうか。ちょっとこれ火炎のダメージ減っちゃうけど、まあ十分スキルぐらいこれ火力入るから、あとは B6 耐えるだけ。色の揃い的に B6 飛ばせないと思うけどね。威圧もかかるし、色足りんやろ。飛ばせない説がある、ワンチャン。俺が C の1風とか打たれたらやばいか。あ、でもその場合あるか。 F1 ティオできるわ。あ、ティオあるわ。俺ティオ持ってる。いける。 B6 耐えたら勝ち。ベアルグネ、ボルグネ、いや大丈夫。そんなボルグ1枚じゃ止まらん。でもロック打ったおかげでボルグ相手打てなかったんでね。よし、
勝ちか。F3 で勝ちかな。フルフレよりこっちの方が強いかな、わかんない。打ちまーす。ライブ感。よーし、危ねー。まあ飛ばせなくても、あれだ、英語フルフレアとかで、ビーゴかな、ビーゴフルフレアとかで受けれたんで、多分。よっしゃー、7連勝って感じでですね、めっちゃ強い。序盤に2連敗した時、あれあれって思わせてね、実はちゃんと強いんでね、7連勝してちゃんと1000ポイントまで行きましたってことで、よかったら使ってみてください。まあでもね、人によってデッキの構築いろいろあると思うし、今日なんか意外と神殴りめっちゃ当たったってわけでもないから、ルキアとかまあちょっと減らしてみてもいい説はある。もうちょっとね、デッキの作り方いろいろあるんで、まあ、ルキア入れるぐらいだったらワンチャンイグナーズとか入れてもっとフィニッシュ力高めてもいいかもしれない。結構ね、そうっすね、あのヒマリが抜けた分ちょっとフィニッシュ力が落ちたんで、さらにイグナーズまで入れちゃうみたいなことはありかも。 あとミールナル入ってないわこのデッキ。そうだね、ちょっとフィニッシュ力やっぱり減ってるのか。結局テコンママめっちゃ使いやすくなったけど、なんでちょっといろいろね変えてみていいと思います。はい、ということでこの動画面白かった人は高評価チャンネル登録お願いします。まあテュポベルがさえあれば全然そのフィニッシュ力も足りうるんですけど、まあ結構いろいろね、構成あるんで使ってみてください。じゃあお疲れ様でした。この動画面白かった人は高評価チャンネル登録お願いします。さよなら、バイバイ。